皆さんこんにちは。あなたのくるくるクールがマリオメーカー実況を今日もやっていきたいと思います。ちょっとね、今風邪気味なので喉がおかしいかもしれないですけれどもね、まあいつもおかしいんですので、まあ、あまり気にしないようにしてください。今回は視聴者様に送っていただいたコースを遊んでいきたいと思います。神秘的な洞窟を大砲で飛び回れ、お手軽で爽快な50秒スピードラン。最近スピードランのコースはちょっと封印していたんですけどね、久しぶりにスピードランのコース遊んでいきたいと思います。よろしくお願いします。あ、戻っちゃった。今なんで戻った？あんまり気にしない。よし、やっていこう。あ、しまった。クリア率とベストタイム見逃したけど、まあ50秒のスピードランっていうことなんできっと大丈夫でしょう。まずは普通にオーソドックスかな。スピンでいって、ボム兵を、これは壁ずりしてるだけで良さそうな感じ。ここで投げるのか。あ、ドロップからの扉にお邪魔します。右だと信じてるけど、いいね、これは正解。あ、三段ジャンプっぽいかな。ちょっとタイムが間に合わないかもしれないけど、先の様子を見に行ってこよう。サンガリア、よーし。あ、ここでパウ投げ。了解了解了解。このコースで今のところ気をつけなければいけない点、まずメットとかパウを投げるタイミングに要注意。あとこのカロンをできるだけ素早く踏んでいく。あのカロンでね、詰まるとね、タイムがやばいかもしれないで、こういうところ素早くジャンプしないとやばい。 OK、 お邪魔します。次はこっちか。なんだこれは。おお、びっくりした。私はどて、わかんないよ。さっきどこでやられたっけ。お、ギリギリジャンプ。よし、3段ジャンプだと思う。パウを投げてスピン。オッケー。どこにいるのか分かりにくかったぞ。大ジャンプいいのかな。あ、戻るのか。ジャンプしちゃった。さっきはここでやられたのか。分かんないって。どうすればいいのこれ。こういうところもね、氷ブロック。ここまたやられちゃった。なんなのここ、どうすればいい。このトゲゾウとかもそうですよね。ほら、分かっててもずれるけど。ここがどうすればいいのか全然わからないんですけど、どうすればいいかわからないからご利用しで突破ね。え、本当にどうすんのだって。わかんないって。どうすんだここは。本当にわからないんだけど。ここは大丈夫で、ここだよ。全然わからなかったの。よいしょ。ここ別に投げなくてもいけるんじゃないかなと思うけど、ここで、へ、あー、いけなかった。ここもうちょっと分かりやすくしてほしかったかなっていうのが正直なところかな。ここは、あー、ほらもうムカつく。ここ大嫌い。ガードブロックここで投げなくてもいいような気もするんだけど、ここら辺でジャンプこれでいいのか。あー、分かんねえって。だからそういうの。なんでそこをわざわざ氷ブロックにするかな。何今の。
やっとクリアできました。神秘的な洞窟を代表で飛び回れ、お手軽で爽快な50秒スピードラン。お手軽ではないですよね。うん、ありがとうございました。次のコース行こう。